おはようございます。今日はね、一日のフル食を久々にまとめてみたいなと思って、早速朝ごはんもちょこっと食べちゃったんだけどね、白米を僕はこの弁当に全部詰めちゃって 700g 持ってきます。あとささみ、これ 450g、 これをね持って行ってね、ひたすらちまちま食べるだけです。はい、フル食終わりです。朝一コーヒーセット完了、仕事へ行きます。職場着きました。今日は今からトレーニングして仕事をお返ししたいと思います。仕事そう、フル食を動画撮ろうと思って、買い出し中コーヒーチル最高。合間のローソン一番うまい、ローソン一番うまいね。やばいもん。えぐっ、一緒やコースケ。何これ、何味付け、何、塩コショウ、クロセスパイス。クロセスパイス、わからない。何それ、めっちゃうまい。熊本のそれ、いや普通の、成城石井。あ、成城石井ね。クロセスパイス、クロセ、へえ。差し入れをむさぼるエイデン、大会2日前男、大会2日前男。うまっ、これうまっ。ビンスコじゃない、ビンスコじゃないよね、これ。うまい、チョコ、ただのチョコやね、うますぎ。うまっ。ファッション管理、ビンスコ。うん、森さん、どうっす。急に、ええ。今日なくなるのが早すぎてびっくりしたやつ。もうない。もうあとちょっとや。お掃除。お掃除ロボット。どう。うん。うわ。おこま。お、男前来たよ、男前。男前来た。お風呂あるのかな。何しようかな。チョコレートは一番うまいです。あ、それやばい。まあ、こんな感じでね、一日のフル食がこう大幅にカロリーオーバーすることも多々あります。急にね、上振れ上振れ。差し入れ結構ね、いや、ありがたいことに。オーバーカロリーだよね。まず夢。隣に、2日前。大会2日前。すごいね、対比が。残り何個？5個。おお。もともと20、30分あった。やばい。15分前はね。まあもちろんね、みんなで食べたけど。こんな感じっすね。はい、からゴミ焼き。紅葉モード発動したね、みんな。紅葉モード発動。お仕事終わり。お疲れっす。お疲れ。今日はね、今から飲み行くっていうね。うわー。ハナキン、ハナキン最高。ハナキンの飲みは熱いね。もう仕事終わって今からこの3人飲み行けん。じゃあ後ほど乾杯。乾杯。だいぶ顔赤い気がするわ。いや、もう赤いよ。あ、やばい。ザバスのプロテインバー、業界で3本の指に入る。あと4本ねえじゃん。はい。あのガルボとタケノコの。ちょうどいい。朝帰りです。ちょっと待って、一人おかしいやつで、早く寝たい、早く寝たい、ひたすら早く寝たい。頭めっちゃガンガンするんやけど。4時半ってことでね、今帰宅してるんですけど、
楽しい夜でしたね。もうぐちゃぐちゃですけど、日が昇ってるんですけど、ほぼね、一番下の弟とね、真ん中の弟とね、3人で今日は渋谷でボウリングしますんで、たまにこんなにね弾ける日もあります。日々ね、ストレスもね、気づかぬうちに溜まってることもあるんですよ。あるので、こうやって発散したりしてね決していい発散方法かはわからないんですけど、6月10日、昼編に続きます。バイバイ。